どうしてあなたはすぐに変わるの芸風としてやってるのかそれとも自分の中から何かを引き出したいんでしょうか作曲し始めた頃は誰も相手にしてくれへんかったわそうやし自分で全部やってたやん俺はヤギザやさかいなあんまり人前で自分をさらしたくないねんそうやし曲の内容に沿った一連のキャラクターを作り上げたやんだから常にその背後にはデビッド・ボーイがいた 時ににはな、なたただコントロールできんようになることもあったわステージで演じたキャラクターがプライベートに影響することがあったんですかそ,うそ,うそれではあのとてもあでやかな女性的なコスチュームを着たりメイクをしていた時期はどうでしたか女性的そうですよつまり多くの人がだからデビッド・ボーイといえばそのイメージでしょあの時代それはプライベートにも反映されているんですか家でもそういう服を着ていましたかあーでも着てたのは1 7 8の頃だけかな。 うん、それから二十歳超えるぐらいになってきた時には夢中になってたんがハイヒールとかそんなうんそれから何より日本の演劇に影響を受けたわほら日本の歌舞伎とそれからパントマイムそれを融合しようもてでパントマイムの技術はジギースターダストのキャラクターの時に役立ったわロックスターの始まりと終焉ね だからたくさんの人があなたが演じたキャラクターを見てとてもショックを受けたりとんでもないと思ったんじゃないでしょうかそれにロックスターはちょっと厚かましいと思われがちですよねでもあなたにはそれを上回ってあまりある魅力がありますそういう厚かましいイメージを持たれることは心配しましたあ厚かましいからな <laughs> そうですかなんでロックスターになったんや <laughs> 画家になれたかもしれん何かを吐き出すことが必要なのいやいやいやなんせアーティストになりたかったんうん アーティストとして自分を証明したかったんや。んでも、絵は向いてへん思うだから音楽の方に行ったんや。んガラスの玉ねぎ TV あなたとアンジーの結婚は、長年にわたって大きな反響を呼びましたね。バイセクシュアルであることも認めました。うん、あなたのキャリアに役立つ、宣伝だったのでしょうか。自分のキャリアに大きな影響を与えるものだと考えていたのですか交際を公表したことによって。ああ。 でもそれは俺が昔バイセクシャルやって言うたことからいろいろおひれはひれついてん。でもそれは会話の流れの中で出たことや。そのような報道はプライバシーの侵害だと思いますかいやプライバシーの侵害やとは思わんけど記事読まんかったらえだけやし。思んなかったらテレビのチャンネル変えるみたいなもんや。ほら今のあなたはこの前の映画で演じたキャラクターと全く同じに見えます。 あなたがキャラを演じているように思えます。1年か2年したらまた別のキャラが見れるんですよ、ね。映画のちょっと前にこのシャツ着ててん。<laughs> だからあなたは違う。これが本当のあなた。映画の中でポールを演じているだけのあなたではないのです。不思議なんだな地球に落ちてきた男でニコラス・ローグとやってた時何年か前な注意してくれてん。それが撮影が終わった後もその役が影響するって何ヶ月も後でな だから覚悟はしてたんやけど。どうしてジャストアジゴロに出ようと思ったんですかああ。マレーネ・デートリヒが前にぶら下がってたからな。あとデビッド・ヘミングスとめっちゃ馬が合うたんうん、その2点がやっぱり大きいかな。引き込まれたんマレーネ・デートリヒとはどんな感じでしたいや、知りたかったわ。誰か知ってる人に聞かんと。なぜいや、実を言うとな。撮影中、マレーネをドイツに来さすことが結局できへんかったん 50年代のある時期からな彼女はドイツに戻ることを嫌がってたんや彼女の考え方と戦時中のドイツが合わんかったんやなせいし彼女はパリにとどまって撮影は全部パリでやるって言うたんやそれに関して俺も同意してちょこちょこ電話で連絡取り合ってな彼女はパリで俺はベルリンで別々で撮影を続けるってゅうことになってん実際に会ったことはないんですかあれへん でもそれが映画的には良かったと思うわ彼女は観察者の役なんやほんで知れば知るほど観察者になっていくね神秘的で素晴らしかったキャラ作りに役立ったわ好きなものはあるあの人はかわいいな彼女は素晴らしい会いたかったわもっと昔にな <laughs> 映画の中で彼女があなたに言ったセリフ好きなもの欲しいものはすべて手に入れたと思ううんペン字行きのチケットな連れがおんねん 今週行く約束してたんやけど行く時間が取れへんねガラスの玉ねぎ TV これからは音楽をやめて俳優業に専念するつもりですか新しい方向性活動の幅を広げたんやけどなみんな言うようにあー今は書くことを楽しんでるうん。書くこと、音楽だけ、他にもあーおもろいことに今、まあ、短編小説書こうもて勉強してんね内容は 自分がやったことな。ほんで、作曲は今まで通りやってるし、で、ステージでのパフォーマンスは2年に1回ぐらいでええかな思ってんねん。なんでか言うたら、最初の10回過ぎたら、あとは繰り返しになって飽きてまうねん。じゃあ、俳優業や映画はもっと増えるんですか、ね、監督もするつもりやねん。そうなのうん、そやで。それは、最後の望みいや、画家の夢を捨ててへんで。それはほんまに、大きな夢や。今も絵を描いているんですかうん、いつもな。 うん、執筆や演技そして歌もせ<や>次のの映画の予定はありますか今面白い話が何件か来ててほんまありがたい話でどれにしようか決めかねてるとこやねん楽しみや見れるのを楽しみにしていますボーイ今日はお話ありがとう大喜利です